こんにちは、プリスキラ TV JPN です。今日はブーギー先生のお宅にお邪魔しています。お久しぶりです。久しぶりです。ブーギー先生、今日は何を作ってくださいますか？今日は抹茶のロールケーキを積み重ねた、ツリー型のケーキを作ってみたいと思います。楽しみですね。はい。材料です。卵4個、砂糖 80g、 米粉 60g、 抹茶 5g、 水大さじ1と2分の1です。はい、それではまずこの米粉ですね。米粉に抹茶を混ぜていきます。そしたらとりあえずまずこれよく混ぜましょう。この抹茶はかなりその目が粒子が細かいんですけども、でこれを混ぜてからふるいにかけます。普通米粉の場合はふるいをかけないんですけれども、この抹茶が入っているためによく混ざるようにふるいをかけたいと思います。このふるいの目もなるべく細かい方がよろしいですね。そしてはい、こんなに抹茶のまだ粒が残っています。でこれをスプーンの底なので落としていきましょう。ダマがあると思うんですね、うん、この筋になって見えているところわかるでしょうかね。こういうところというのは抹茶の塊があるっていうことなんですね。わかりますか、この筋。わかります。これね、まあ、これをやってもまだその抹茶の粒最終的に残っちゃうんですけど、まあ、とりあえずこれで均一に混ざったということにしておきます。それではスポンジの素を作っていきます。卵を4つですね、割り入れていきましょう。皮が結構この茶色い子は硬いな。あら、これなんか黄身ちっちゃいな、この子。あ、殻入ってるし。友達です。はい、友達です。あのフライパンでも何でもいいですけど、大きな鍋でもいいですけど、はい、この底がボウルの底がつくぐらいの、はい、鍋にあのお湯っていうか今水ですけど火つけて、はい、ちょっとあんまり強火じゃなくていいですよ。ちょっと弱火にぐらいで、はい、温めながら、はい、あの混ぜていきますね、はい、卵に熱をつけながら混ぜていきます、はい、そして今これミキサー回しますけど、はい、回しながらあの砂糖入れてっちゃいますか。とりあえずちょっと混ぜて黄身を潰しました。そしてあのミキサーのスピードは最高速まで上げないで2速で4分砂糖を入れながら回してきます。はい、はい、4分経ちました。さあ、これでだいぶ卵の状態変わってきましたね。そしてこれでまだ混ぜるんですけど、オーブンに火を入れときましょう。190度で温めておきます。そうしましたら今度は低速で3分間混ぜてきます。これリボン状に落ちてきますね。そしたらここに粉を一気に入れちゃいます。そしていつものようにあんまり最初はね乱暴にやるとその辺粉飛び散りますから、すくっては落とし、すくっては落としを抹茶のいい香りしてきましたね。でだんだん混ざってきたら少し乱暴にやっても大丈夫。泡が潰れると思ってね、あのビクビクしているとしっかり混ざりませんから、そこの方にワイパーをしっかりくっつけてよく混ぜていきましょう。かなりねこれしつこくやった方がキメが細かいものができると思いますので、で最後にお水を入れて大さじ1と2分の1ですね、これ入れてまた混ぜます。用意しておいたこの紙ですね。でこれね、そこがちょっと焦げるので、うちのオーブンの場合1枚余計に紙だけ引いてあります。あんまり焦げが強い方は段ボールとかでも大丈夫ですから、燃えてこないからね大丈夫ですよ。さあ、もうここホイッパーバイバイですね。バイバイしてゴムベル、はい、はい、流しました。そしたら隅っこに向かってちょっとね
隅っこに入っていかないので、はい、隅っこオフしておきます。そしたらこれをこのままだとちょっと平らになってないので、このカードというのを使って平らにしていきます。はい、ここ全体が平らになればいいですね。切りしっかりします。はい、上が焦げますからね、はい、意外とこうしっかりガーンってやってね、オーブンで、はい、焼き上がりました。一応チェックしてみますか。一番熱そうな、大丈夫ですね。したらこれをもうこの天板から外しちゃいます。ガーンって一回空気抜きます、ね、ほい、この網の上に乗せてこのまま放置です。ゼラチン 5g に水大さじ2杯を入れてしとらせておきますね。で、はい、これをレンジにかけます。レンジでも20秒ぐらいで様子を見ましょう。溶ければいいんです。これ溶けてます。そしたら生クリーム入ったら、これが冷めてくると固まっちゃうからね。ここ生クリーム火つけます。200ml。これも強火じゃなくて中火ぐらいにしときましょうね。で、ボウルにはチョコレートの刻んだもの。これかなりね、細かくしといた方がいいです。周りがふつふつしてきましたね。こうなってきたらもうちょっとですね。いつもかき混ぜていましょう。はい、このぐらいになったらゼラチンを入れてしまう。もう火止めますね。火止めてゼラチンを入れてしまいます。で、かき混ぜます。熱いままの生クリームとゼラチンをチョコレートの中に、しっかり混ぜましょうね。入れていきます。少しずつですね。そうするとチョコレートが溶けていきます。しっかり綺麗に溶けましたね。はい、これあと冷やします。周りを外してきます。で、この時に丁寧にやらないと、せっかく綺麗に焼けても端っこがボロボロになっちゃいますから、周りをきれいに剥がしたら、これ一回ひっくり返します、ね。ラップを乗せて、下に手を入れてね。そして今度は、この後ろ側を剥がしていきます。最初が肝心なんです。下に落とすようにして、こう引っ張り上げないで、こう折るような感じでね、剥がしていきます。そうすると、剥がれてきます。そしたらもう一回戻します。そしていらないところをカットしていきます。大きさの予定ですけれども、これが全体の大きさですが、7×21cm のスポンジを切り出したいと思います。それを巻くと高さが7センチ、巻いた時が5センチ、直径が5センチのロールが出来上がるはずです。はずです。はい、で、こういうのを取り出しますね。はい、で、これをこれが大変なんですけど、この厚みを2分の1にしたいと思います。はい、で、慣れない方はこういう木の板を使って、まあ、両方やってもいいんですけど、非常にやりにくいので、向こう側だけでもいいんですね。そうするとこの刃がそれ以上落ちないですから、この目分量の時はどうしたらいいかというと、ナイフはこう持たないでね、こう上からこんな感じで握ってきます。こういう感じで切ってきますけど、で、こっち側と手前側を見ながら、最初まだまっすぐ、刃を入れてきますね。で、ある程度進んできたら、こっちとこっちをこう覗きながら刃を進めていきます。で、この時に生地が動いちゃうと切りにくいので、こうやってこう生地を押さえてね、こんな感じで覗きながらスライスしていきます。これで2枚に分かれました。で、これは外側にしちゃいます。こう筋をつけていきますね。そーっとそーっと、割と細かくね、切ってくる。で、最後はまあ、
できればこう斜めにそぎたいんですけど、まあ薄いからそんなにね、こんな感じでも大丈夫です。先ほど作りましたガナッシュですね。でこちらはツルツルの面、ツルツル切った方はバサバサしちゃいますから、ツルツルな方を上にしましょうね。そしてそれを内側にして巻いていきます。チョコだいぶ固まってきました。でこれを垂らします。垂らしてこのスプーンの底で伸ばしていきましょう。もうこれもナイフなんか使ってるとどんどん固まってしまうので、これがのり代わりですね。綺麗にギュッと力入れちゃうと潰れちゃうし、下のスポンジが剥がれてくる場合がありますので、そーっとね、そーっと、であんまり端っこまで狙わないで大丈夫です。端っこをまず芯を作りましょう。もうこれ手でいけますね。手で OK。 生地が外れてもくっつくから大丈夫。で最後まで巻き終わったら、この紙を巻いて、これはオーブンペーパーっていうのかね、これ大きいすりこぎみたいのだと太すぎちゃいますから、まあこう細いのがあればいいですけど、これギュッて締めてあげますね。そうするとこのね、かわいいのが出来上がりました。でこれをちょっと冷やさないと強度がないので、巻き目を下にして冷蔵庫で冷やしておきましょう。これをたくさん作ります。今日の予定では何本ですか？今日ね、一応ね、17本の予定ですけど、もみで潰れるといけないので、中心をプラスチックでやりますから、まあ、17は作らないで済みそうですな。お仕事が終わったなっちゃんが駆けつけてくれました。こんにちは、なっちゃん。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。綿棒の、入れ物ですけども、まあ、ボール紙でも、ボール紙にアルミやってもらってもいいし、まあ、こういうものでちょっと補強した方が崩れないでいいかと思います。で、この巻き終わりを中にしましょうね。雪降ってまーす。おっとっと。雪降ってまーす。じゃあ、みんなでデコレーションしましょう。ひろぎさんを刺すの？刺すの。すごい。かわいい。白いのがやばい。はい。いいかも。いちごどこにあるわけ？適当に乗りそうなところに。じゃあ、つまようじやって刺す。お疲れ様でした。お疲れ様でした。綺麗にできました。美味しそう。崩れてこないから心配です。ありがとうございます。はい。食べてみましょう。いただきます。いただきます。いただきます。美味しそう。美味しい。美味しい？うん。もうホワイトチョコがいい。あ、やっぱりね。うん、そうなんだ。初めてホワイトチョコ。嘘。全くホワイトチョコって合いますか？美味しいですね、クリーム。美味しい。ホワイトチョコマカロンの。ホワイトチョコ？結局一緒だけどな。美味しい。これで寝られるわ、私。クリーム入って、あれですか、生クリーム入れてんの？あ、もちろんガナッシュだから。ガナッシュ、生クリームと、ホワイトチョコ。と、あとゼラチンが入ってるんですよ。そっかそっか。実を言うと。別に入れなくてもいいんだけど、あ、それをちょっとお尋ねしたかったんですが、ゼラチンを入れた方が固定しやすいってこと？多分そうでしょう。美味しい。ご視聴ありがとうございました。皆さんのリクエストをコメント欄でお待ちしています。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃ、またね。